皆さんこんにちは。新米 YouTuber の中年のスタージョンです。今日は新しくグラフィックボードを購入しましたので開封動画を作りたいと思います。で、今回購入したのはこいつ、ギガバイト、メーカーの名前ギガバイトの、GeForce GTX1080 です。ゲーミングって書いてある、まあゲーミングに特化したグラフィックボードです。早速開けたいと思います。かっこいい、かっこいいんだよね。大体グラフィックボードゲーミング用ってさ、入れ物とかがさ、かっこいいんだよ。こんな感じでかっこいいよね。 G1 ゲーミングって書いてある。じゃんじゃじゃんじゃじゃん、またか箱の中に箱っていうやつや、ね、あ、違う、蓋だこれ。なんか入ってる。これ。おー、かっこいい。かっこいいじゃん。ギガバイトって書いてある。ね、これ。こういう、これグラフィックボード。パソコンの中身だから、あんまりみんなには馴染みがないかもしれませんけど、こういう形をしております。これね。これをパソコン、こうかな。こうでいいか。パソコンの中にスコッと刺すわけだよ。で、こっちから、テレビにモニターにつなげるやつです。これね。ゲーム、ギガバイト。かっこいい。かっこいいね。では、早速、取り付けの方を行いたいと思います。これ、ジョンが使っているパソコン。自作です。自分で作りました。で、まずこの側面から開けていきます。よいしょ。側面にネジがあるから、それで止めてます。こんなネジね。2つ外します。で、2つ外したら、開くんですよ。横にスコッと。よっ。3つかも。あ、いた。汚れてるな。久しぶりに開けてるから汚れてるな。エアダスターでちょっと綺麗にしようかな。ちょっとほこりが。久しく開けてなかったからほこりが、これあとでちょっと掃除。んで、先にエアダスター。こういうやつ、シューってしてホコリが飛ぶやつね、これ。電源なんですけど、これがね、壊れて、最初電源がつかなくなったんだよ。で、どこだろう、悪いかなと思ったら、大体ね、最初電源から疑うんだけど、電源をね、新しく変えたらすぐ復旧したから、その時は電源が壊れてた。これクーラーマスターの電源。V1200 ってやつ。結構、パワーがあるやつ。ジョンは結構、編集とか、で、電源を食うやつを結構入れてるから、パワーが多めの方がいいと思って結構1200にしてる。だいたい800とか使う人が多いんだけど、ジョンはちょっとオーバースペックで1200に上げてます。クーラーマスター多いかな。これもクーラーマスターだね。こいつCPU のファンね。あ、クーレイ。掃除したいな、こんなか。で、今回交換するとこはここ。ここね。これ、グラフィックボードなんだけど、ちっちゃいよね。さっきのやつより。悪くはないんだけど、そんなに高性能っていうわけではない。当時はゲーミング PC を作る予定はなかったんで、普通に編集用として使ってたんで、でもゲーミングってなると、やっぱり、高性能のやつがやっぱ綺麗に映ったりとか滑らかだったりするので、今回のやつ
をちょっと購入することにしました。でこれを交換します。ここちょっと電源が入ってるので大元の電源を切ります。ここ見えるかな、赤いランプついてるの、それを切ります。消えた、あ、こっちじゃない、これじゃない、こっちじゃない、もう大元の電源どっちだって、あ、これこいつか、ちょっと待って、見えない、大元の電源が見えない、あ、こいつだな、切っても電源抜かないと消えないのかな、こいつ、コンセント抜いときます。あ、消えた消えた消えた、入れてても消えたね、消えた、んで大丈夫かな。で、あとはこいつを交換します。で、こいつが電源、電源、電気供給するやつ、こいつを抜きます。ますこいつね、 PCI これを抜いて、まずここを外します。これがね、ここのネジで止まってるから、ネジをこのドライバーセットのネジ、どれがいいかな、これでいいかな、これでいいや。で、ここを手でも外せるんだけど、めっちゃ吠えてる犬が、多分ね、これのために買ったコンセント、パソコンとグラフィックボードを、交換、つなげる線をね、新しくしたのよ。それもゲーミング用っていうか、普通の HDMI ケーブルよりグラフィックが綺麗なやつを今多分届いたと思います。はい、ありがとうございます。はい、Amazon から来ました。これはちょっと見てね、これ先にこっち説明するね。ちょっと分かりづらいかな、これか、ね、ディスプレイポートっていうなんだけど、それの HDMI よりはちょっとまあまあ綺麗ってやつ、まあまあ HDMI ケーブルの先っちょに似てるんだけど、ちょっとここがね、普通 HDMI ケーブルっていうのはここがさ丸いんだよね、見えにくいな、ここがね、こっち角ってなってこっち四角いじゃん、ここがこう2つとも、斜めになってるのは HDMI ケーブルで、ディスプレイポートは片っぽだけ四角なんだよね、ここがね。これを頼みました。これをつなぐことによって、まあまあ映像が綺麗、これ 8K まで映るんだろう、確か 8K って書いてある、ちょっと見えにくいか、 8K って書いてあるんだけど、 8K までの映像を映せるディスプレイではないので、 4K のかな、この今使ってるやつは 4K のゲーミングなディスプレイを使っているので、そこまで高性能、高性能っていうか、ちょっと待ってね、見えない、いいやつって言ったら、まああれだけ語弊があるけどさ、よいしょよっ、でこれを抜きます。線抜いたんで、あとは向こうにパソコン、ここにグラフィックボードじゃないや、マザーボードっていう本体があるんだけど、本体からこれを抜きます。かって抜けるパターンだったっけ、どっちだったっけな、ジョンも久しぶり触るから忘れてる、抜き方簡単に抜けたっけな、忘れた、どうだったっけ、ちょっと待ってね、この辺はちょっと手探りになってくる、ちょっと待って、ちょっと待って、どうだったっけ、ちょっとグラフィックボード本体見てみるか、今回変えるやつ、これ変えるやつなんだけど、ここに刺すところがこっちか、ああ分かった、これね、グラフィックボード、ここが刺す、パソコンに刺さるところで、ここフックになってるから多分ね、こう抜くんだわ、あ、違う、こうか、こうだから、こうか、こっちだちょっと待って、ギガバイトの上に押す、壊したら大事だから大変、うわ、汚れてる、ちょっと待って、今触った、で、これで抜けたよね。で、これもしかしてばらさなきゃいかんパターン？このままじゃ抜けないかな？あ、抜けないかもしんない、もしかしたら。
いや、後から抜けるこれ。ちょっと待って、ちょっと止めるの一回。これか、人差し指で押せるかな。よっ、あ、いかん、ちょっと無理かん、人差し指じゃ。じゃあ中指で試すか。こいつ、こいつを、あ、硬い、硬いぞ。こっちはいけたんだけど、さすがにこっちを押さないと無理だな。あー、くそ、こいつが干渉して押せない。なんとかならないかな。ちょっと待って、考えが、ちょっと待って、見えにくい。いや、こっちはこっちでいけてるけど、もう一つはボタンがないな。っていうことはもうこれで抜けるっていうことか。ちょっと待って、わからん、外し方がわからん。こっち外したよね。あ、抜けた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 。これこれこれ、前、あ、前もギガバイトだ。つうか、ほこりすごいね。まあまあ、毎日ね、ジョンがフォートナイトとか動画編集でやってるから、すごいね、ほこりこれ。見て、ほら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 、すっげえ。まあ、よく働いてくれてるよ、このパソコンは。ありがたいことです。特に YouTube 始めてから特に壊れることもなく、ちょっとエアダストでちょっともうちょっと綺麗にしようかな。この辺めったに、あ、めったに開けないからさ。お掃除したくなる。さてと、んで、ギガバイトのこいつ、またギガバイトだけど、これは、ちょっと待ってね。干渉しないようにして、ちょっと待って、あ、これがこうなってるのか、そういうことか、分かったかな。ちょっと待ってね。いいよ、ちょっ、よいしょ、よし、これではまったかな。フックを止める、ちょっと指がでかいからフックが届かない、指が。あ、フック止まってる。オッケー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 。で、とりあえずこれは止まってると。で、で、電源供給は、電源は同じ大きさじゃない。パワーアップしてる。さっきのやつは3、6個のポート、 1,2,3,4,5,6 穴があったんだけど、こいつギガバイトの最新しいやつはやっぱ大きくなった分、電源が、電気がいっぱいいるんだろうね。8個穴がある、ここに 1,2,3,4,5,6,7,8 個で、それを、これを8個刺しますと。ちょっと待って、どっちがどっちだ、どっちがどっちか、ちょっとわからん。これも形があるからね、こうか。四角、四角、四角、丸、四角、こうだ、こうだ、こうこうこう。オッケーオッケー、当たった。よし、オッケー、できた。で、試しに、古いや、古い。今まで使ってた HDMI ケーブルを挿してみようか、一回。で、その後につなげ、まあ、後でつなげ直すけど、とりあえず映るかどうかだけ試してみます。HDMI ケーブル、どれだ？これかな？これ。
これ普通の HDMI ケーブルね。これ、まあ、試しに挿して、まあ、映れば問題なし。あとで、HDMI ケーブルじゃなくて、あのさっき届いたディスプレイポートに変更すればよし。ディスプレイポートがこのギガバイトのグラフィックボードではディスプレイポートが3つかな3つ ?1、2、3、3つの HDMI ケーブルが1つだから、4つモニターつなげられるかな。よし、これで動くかどうか試してみようか。よし、電源をとりあえずサブ電源をつけます。で、こっから見えないかな。いや、あ、見えるね。ここ電源今ついたよね。これほんで本体の電源つけるね。落ち着いた。お、ギガバイト光ってる光ってる光ってる。かっこいいかっこいい。あとはディスプレイが映るかどうかはジョンが確認する。一応こんな感じ。パソコン、全部パソコンね。もう配線がすごいけどさ、こっち。あ、映った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 。あのモニター今見てんだけど。あ、オッケーオッケーオッケー。グラフィックボード接続完了。モニター映ってる。うん、オッケーオッケー。今ね、モニター見たら映ってる。なんだ、ピコロン、ピコロン、ピコロンってなんか言ってる。オッケーオッケー、大丈夫かな。もし問題なし。一応これ、ジョンのパソコンね。スペックとしては、まあまあ、これがクーラー、電源がクーラーマスター。で、マザーボードがね、どこだったっけな。ギガバイト作ってるところと、ね、MSI だったっけな、マザーボード。ちょっと忘れた。あ、ちょっと見えないかな、見えるかな、ちょっと待って。あんまり近寄ったら全部顔が映る。ちょっと斜めって見て。MEG って書いてあるな。MEG か。で、で、ここに、コルセアの、メモリ。これをね、今ね、当時、1本8かな、多分8ギガかな。で、8432なんだよね。それもうちょっと上げたら、上げたんですか。例えばさ、1を32にして、まあまあ今日、32とかすごいけどさ、多分32にして、これを4本とか、つけたら超高速になるんだけど、そこまではいらないから、とりあえず、何年か前で、この時は、まあこれが結構いいスペックだったから、これにしてる。あとファンが1、2、上にもついてんだけど、で、あと、確か色変えるかと思うんだけどな。変え方、変えるボタンとかあったんだけど、これもね、カラーとか変えれたりする。よしよし、 OK、 できたできた。あとはさっき届いたこいつね、ディスプレイポートに変更することによって画像が綺麗になるということです。で、これはありがとうございましたということで、ちょっと綺麗にして処分したいと思います。めっちゃ埃だらけだよね。それ前、ね、多分1、2年は、2年って開けてないもんね。こんなんか掃除してないからさ。まあちょっと綺麗にしたいなと思います。ちょっと汚れてるな。よしよしよし。ありがとうありがとう。というわけで、ジョンのグラフィックボード交換。講座じゃないけど交換でした。新しくなりましたんで、ライブ配信は綺麗に、ライブ配信というか、もうライブ配信自体の映像も綺麗になるのかな。やっぱり映してるやつがそのまま映像として流してるから、もしかしたらライブ配信の映像が綺麗になるかもしれん、なってるかも、なるのかな。やっぱなるよね。なるか、なるわ。綺麗になると思います。まあ楽しみにして、そこ気づける方がいらっしゃったらすごいなと思う。ジョンもどんだけ綺麗になるかちょっとわかんない。ここまでの大きいグラフィックボードつけたことないからさ。
ちょっと今日、フォートナイト楽しみです。というわけで、中年のスタージョンの、グラフィックボード交換でした。また会いましょう。ありがとうございました。失礼いたします。